あ、ミナイさん、どうしました？藤田さん、ミナイさんだとお姉ちゃんと一緒でややこしいでしょ。私はマドカでいいですよ。あ、了解しました。マドカさん。お姉ちゃん、じゃなかった。ミナイ警部はいますか？ミナイさんですか？今、外回りに出ています。ちょっと一人になりたいって言ってましたから、帰りは。そうですか。藤田さんにもいろいろお世話になったみたいですね。ありがとうございます。いえ、自分は別に。むしろ美奈さんの方が。お姉ちゃん、亡くなられた娘さんってお姉ちゃんと親しかったんですか？それほどってわけじゃないんですが、いろいろ情報を提供してもらったりして何度か顔を合わせていましたからね。まして最後はあんな死に方じゃやりきれないですよ。どこかで気づいて最悪の事態も防げたんじゃないかってね。藤田さん、私時々思うんです。お姉ちゃんって本当は刑事に向いてないんじゃないかって。まどかさん？今この垣内署の管轄内だけでどれくらいの人が死んでると思います？どれだけの人が犯罪をしでかしているか知っていますか？10や20、それこそ100でも収まらないくらいたくさんの人が悲しんで苦しんで死んでいます。その一つ一つに同情したり後悔なんてしていたら心が持ちませんよ。それに警察だって人間だから万能じゃないんです。間違いだってあるし、できないこともある。それなのにお姉ちゃんはいつもみんなに答えようと頑張ってあちこちに動き回って、その分ボロボロになって傷ついてる。もっと割り切ってやらなきゃ、本当に壊れちゃうのに。まどかさん、
お姉ちゃんは気が優しすぎるんです。口とかはきついのに、相手のことを余計に考えちゃって。せっかく必死に頑張って試験に合格してエリートの道に進む資格を手に入れたのに、無駄遣いしちゃってる気がします。偉い刑事さんになったんだから、もっと仕事を割り切って考えて、できる範囲内で犯罪者を取り締まっていけば勝手に出世できるのにな。随分な言われようですね。それじゃあ俺たち警察は自分の出世のことだけを考えて犯人を捕まえていけばいいんですか？加害者の事情とか被害者の悲哀なんて考慮する必要はないんですか？あ、ごめんなさい。そういうつもりじゃ。いや、わかっています。わかるつもりです。確かに、ミナイさんはあんまり賢くないです。本当に賢かったら、純キャリア組なのに、こんな偏僻な場所に飛ばされて、それでも一生懸命に働くなんてこと、絶対にできないと思いますからね。ですけど、内緒にしててくださいよ。知ったらきっと怒ると思うから。ああいう性格の人だから、俺たちも忌憚なくボスと仰いで頼りにできるんですよ。確かにちょっと危なっかしいけど、真面目で一途で、ミナイさんの正義感は本当、見ていて清々しいですから。逆に俺は、ああいう人こそ早く偉くなってトップに立ってもらいたいと思いますけどね。藤田さん。それに、それに？いや、やっぱりまどかさんはミナイさんの妹なんだなって、そういう風に相手のことを考えてあれこれ悩むところなんてそっくりですよ。似ていませんよ。私はあの人みたいに戦わずに逃げちゃったから、今さら追いつけないし、そんな気もないです。似て欲しくない。お姉ちゃんは、お父さんのようになって欲しくない。努力の数だけ頑張った人が損をするのは、絶対、間違ってます。